違法申したわ。世辞はいらぬ。お主が何度攻めても落ちなかった。世辞はいらぬ。わしが何度攻めても落ちなかったこの城を、お主は立ちどころに落としてみせた。わしの力などではあるまい。お主にあり、わしになきものは何だ。戦わずして勝つが兵法の極意。城を攻めるは下策、心を攻めるを上策とす。調略に勝てば戦は八分勝っております。と申しましても、それがしの調略が功を奏するのも、ひとえに親方様の意と兵があればこそ。そうか、それはつまりわしの兵があれば無理に戦うことはなかったということか。戦わずして勝つ、分かっていたつもりではあったが、心がどこか捨ていていたようだな。やはりわしも父上の子か。